嬉野温泉は、佐賀県嬉野市嬉野町にある温泉。竹尾温泉と並び県を代表する温泉である。日本産、大美肌の湯、嬉野温泉。佐賀、嬉野温泉の名称で、嬉野市により商標登録されている。美肌に効果がある重層泉で、入浴した後に、つるつる感がある。その泉質は、中央温泉研究所と、藤田里氏によって、日本産、 大美肌の湯に選ばれている。シーボルトの湯町の中心地に湧く温泉地で、九州でも有数の大温泉街である。嬉野川を挟んで、大小50軒近くの旅館がの木を並べ、その中には、1987年に佐賀県で行われた第38回全国、植樹祭の際に昭和天皇が宿泊した和田屋別荘等がある。また、 嬉野の中で最も古い旅館は1830年に創業した旅館大村屋と言われる。商店街中心部の足湯広場にはシーボルトの足湯があり、無料で利用できる。近くには1924年にドイツ人の設計で作られた公衆浴場、古島があった。老朽化と2005年3、美肌の湯とも呼称される。嬉野温泉は引用にも適しており、中でも 温泉を使って炊いているという温泉湯豆腐は、嬉野を代表する名物である。また、嬉野市においては、湯豆腐として表記されており、嬉野温泉湯豆腐の名称は、嬉野市により商標登録されている。温泉街歴史は、非常に古く、神宮皇后の生成にまで遡る。その木とに白鶴を見つけたが、傷を負っていて心配していたところ、河原に舞い降りて、湯みをすれば、 再び元気に去っていくのを見て、穴、嬉しやと感嘆された。この語が転化して、穴嬉しやと感想を述べたという。嬉し野という地名は、この逸話にちなみ、嬉し野は、もともと、嬉しやと呼ばれていたとされる。また、和道七年に記された、非善国風道記には、万人の山を治す名刀として、嬉し野の,の名が挙がっている。江戸時代には、長崎街道の宿場町として栄え、 多くの往来があった。その中で和漢三歳沿えや江戸気候などに嬉野温泉の様子が記され、この頃から歓楽温泉としても知られていたようである。戦後は西の別府と言われるほど歓楽温泉として名を馳せた。だが各の温泉旅館は風格が整っており、それぞれが趣きを持った風呂を持っている。また、イベントも多く実施されているが、他の温泉地と比較すると、 新たな施設の投入は少ない方である。嬉野市の旧嬉野町では古くから茶が栽培されている。そのため、嬉野市や観光協会ではお茶といで湯の温泉地であることを積極的に宣伝しており、両者を結びつけた様々な取り組みも行っている。江戸時代からの名物、温泉湯豆腐、ありがとうございます。